ちゃんとそうそうそう、指で持ってるでしょ。持ってる。ちょっとやめて、言わんといて。生まれはロシア、最初は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。はい、ジェボシキ、誰がいい、ジェボシキ、女性の方、誰がとても大切な女性の方、とても大切な重要な方に向けた、いや、そしんりょぶよ、私はあなたのことが好きだ、ハチパカサイトルシキ、パンツも見せたい。そのまま、ね、パンツを見せたい。パンツ、いや、まあ、パンツ何の動画なん、ちょっと、まあ、とりあえずね、こう開けてみに、この感じ、あ、パンティー。今日はね、うん、生理用品についてお話ししたいと思います。ていうかさ、生理用品ってあれやな、結構日本はちょっと結構男の人にあんまり知られてないこと多いよな。浸透してない文化だよね。海外とかやったら割と男性が生理用品を買うってことが結構あるね。ある、自分の奥さんがね、そうそう、自分の奥さんがどんな、例えばナプキンでもさ、羽根付きなのか羽根なしなのかとか、そういうのある程度把握して、でそれで代わりに生理用品買いに行くっていうのがあるからさ。そうね、あるけど日本ってこう生理用品売り場がさ、なんかドラッグストアでも結構奥の方のあんまり人が行かへんとこにあって、うん、でそこに男の人はすごい近づきづらいオーラがあって、なんかあんまり男の人行かへんよな。あの、あれやと思う、性教育とかも最近はまたちょっと変わってきたらしいねんけど、自分らの時代はもう女子が生理について学んでる間、今日は女の子には特別な授業があります、何やろ、分からへんけどみたいな、男子は今日は外でドッジボールをします、それ良くないなって俺思う。それで男の人が、女の人がどんな用品使って、生理が何か分からん人おるやん。俺一回びっくりした、男の人でさ、あの前働いてた会社でなんか生理について話題になった時に、でも生理なんか青いのが出るんですよねっつって、青いの、青いのが出る、あの CM でやつ、なんか CM やと、そう、ナプキン青色の、そうそう、あれが出るから、分かりやすい、女の人はなんか青色の液体が出ると思ってたみたいなこと言ってるやつおって、あ、そっか、ダメダメ、そんなんじゃお前ダメよみたいな。生理期間中とかにこれなんかズレ防止っていうのはそういうことか、うん、中にナプキンとかを入れたりしてズレを防止するための設計になってるパンツってことか。ちょっとじゃあ紹介して、言われちゃう、じゃあちょっと紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあこのパンティを持って、今日はあなたに、私のパンツも出しとく、ここにこう脱ぐの。やめろや、香りつき、やめろや、あ、香りついてんの、それはそう、やめろや、うん、こういう風にね、いろんなものがあるんだけど、これはナプキンというもの、急に、あ、生理になるって言って、その急に血がドバって出るわけじゃないの。あ、そうな、あれ、なんか勝手にいきなり出てくるんか、まあ、まずは前兆があって、その前兆っていうのは絶対にニキビがどこかにできたりとかして、うん、肌荒れしてくるのね、やっぱり。でもそんな毎月やからさ、うん、毎月ニキビ出てくるの、それ、うん、毎月ホルモンバランスが崩れたりして、で、あと胸がすごい膨らむの。あ、膨らむんや、うん、まあまずはちょっと出始めたなと思うときにこれをつけていくみたいな、順番的にね。ほうほう、ちょっとちょびちょびって出るんや。そう、あまり気づかない、自分が気づいてないレベルでこう 出たりするから、なんか、うわ、あー、行ってもた行ってもたみたいな感じかと思った。まあでも、ちょっと分かる時もある、その時は、あ、やばい、どうしようってなって。だってあれちゃん、ネプリーグのさ、収録の時にさ、うん、出たやろ、うん、なんかクイズしてる、ネプリーグしてる時にブラス、やばいって言うから大丈夫やって、ちゃんと正解できるとか言って、なんか違う、クイズが分からんくてやばいって言ってるんかと思ってさ、途中退場みたいになったの。あの時にね、全身真っ白を履いてたのにまさかの、あっ、生理が来たってなったの、その時にこうね、これパンツにつけたらいいの。そう、パンツにつけんねん。かわいいな、なんかこんなシールがあって、これだからカバンタコに潜めるんやろ。これはね、羽根付きじゃないタイプ。あ、そうなんや、羽根なしタイプ。これは羽根なしタイプ、スリムって感じやもんな、なんか、なんかついて、こう何あんま目立たへんっていうことなのかな。そう、はみ出ない風になっているね。だから普通にこれ何、どんくらいかけても大丈夫なの。こういう風に、ほらこれ結構見えない、中についてるの、ね、結構かけても大丈夫なの、これ。これは結構かけてる、水かけたいねんけど、はい、一番どの辺、ここ、まあ、ここにね、ここにこう、あの、つくんだけど、なんか、これがパンツについてたらやだ。
だからこれがパンツについてたらやばいやん、大変やん、毎回これがついてさ、これでなんか、いや匂うなこれ違うから、こう水分が中にあるねん、こうジェルみたいなのが入ってんの。でもなんかやっぱお漏らしした感じはなんかすごいある。でも手にはつかないの。で、はい、続いてはうん、これは22センチ。これどこが17センチ、縦のライン。そうだね。うん、何それ、自分の股間のサイズに合わせて変えるってこと。違う、これは股間のサイズじゃなくて量なの。あ、量によって。そう。あ、もうちょっと増えてきたね、もうちゃんとっていう時にこうやるやつ。これもね、こういう風になっててすごい可愛らしい感じじゃない、なんかちょっとピンクで。楽しみ。入れます。次、2杯ぐらい入れてみる。2杯ぐらい入れてみていいよ。ほら、これがね、防止してくれるの。ほんまや、こんな血液出ないからね。結構出しても大丈夫なのかな。あ、もうこれあかんってこと。もう、あの、これでそうだね、限界ぐらい。まあ、そんなに出ないからね、これ頻繁にちゃんとでも変えないとそうな、毎日、1日1回とかじゃない。1回じゃない、1日何回か。何回変えるん。1時間とか2時間に1回は変えた方がいい、うん、まあでもさっきみたいな感じになってるわ。そう、こういう風に塗れ、まあでも結構あなた入れたわね結構入れたわねこれ1日多分変えてない人の多分量やと思うんだけどはい、わかりました。続きましては、まあ、これもなんか量上がってきて、これは夜用のナプキンなんだけど、これはね、40センチ。長っ。これはね、あの、多い日の寝る時用だから。なるほど。こう、後ろにピタッ。へぇ。ここにもついてるから。お前、ちょっと粘着なんやな、ここが。そう、これもピタッて。ほうほう。こういう風にして、お尻につけていきます。へぇ。こういう風につくことになるのね。がっつり、もうそういうパンツにしたらって感じやけどな、なんかもう、ね、おむつじゃあかんのって感じ。でもさ、俺彼女とかとちゃんとこういう話しって思うけどな。まあちょっと分かっといた方がいいよね。どうやってやってんのとか、いざっていう時にさ、必要じゃない。まあそれで自分で買いに行けない時とか、ね、例えばね、ズボンが汚れちゃったりとかもするのよ。急に来たりするわけよ、生理って。たまにね、例えば23日って予定してたのに早めに来ちゃったとか、なかなか23日なってるのに来ないとか、ね、でそれでね、パンツが汚れちゃって、あ、どうしよう、もう恥ずかしい、行けないって言った時に、横にいたのが彼氏で、ちょっと買ってくれないっていう時に彼氏に買ってもらうとか。羽つきとか羽なしとか見てもわからんからな。そう、それでね、なんか彼女が37センチとかなんか40センチって言ったら、まあその、例えばこういうものだとなんか横に書いてたりするから、こういう風にね、何センチかこのなんかさ、このちっちゃい四角に書いてんな。もうそうそう、ここにあんまり盛大には書いてないけど、このあれ、ここか、これ、そうそうそう、こことかに書いてるな。これやったら37センチ安心スリムタイプ羽根付きって書いて、もうそこ見たらここだけで分かるようになってる、うん、っていうのが書いてる。これさ、いくらぐらいするの。これはね、300円とか400円とか200万円とか、この17個入りとか。そう、7個入りとか。そうそうそう、中にはティーバッグを履きたいっていう子もいるのね。生理中にも。生理中にも私はティーバッグしか履きません。普通のパンツは履きたくありません。まあなんかティーバッグの方がやっぱりあれやもんな、あのデニムとかな、履いた時に後ろに見えへんもんな。そう、出てこないね、線がね、うん、それダサくないっていうのもあるし、まあ例えばお尻が蒸れたくないとかっていう、なんかいろんな人がいるんだけど、そのためにはタンポンっていうものがあります。中にいるやつちゃん、てれーん、開けますね。中から出します。こういう風な作りになっていますね。はい。で、これをこういう風にしてここまで入れます。これなんか感じたりとかせえへんの。感じたりしません。せえへんねん。しません。 ここまで入れますね。で、これ持ってる状態よ、うん、ここまで入れて、ここを持ってこう持つんですよ、わかる、うん、で、ここの指でこういう風に押していくの。こういう風にね。ほう。で、押し終わったらそのままこう引っ張り出します。だからここまでに入るの。ちゃんと、そうそうそう、指で持ってるでしょ。持ってる。ちょっとやめて、言わんといて。そう。で、ちょっとストップ。うん。何やねん。
の小さいやつとコーヒーバッグの違いっていうのは、これはもうセットしてあってそのまま入れて押すだけっていう仕組みになってるんだけど、この小さい方は自分で上の部分を引っ張ってこういう風に作ります。何やん、そしたら一緒になるやん。そしたら一緒になる。じゃあもう簡単やん。なんかこれがそのなんていうの、まあ、小さくてもっとコンパクトで持ちやすい。じゃあいいやん、こっちがいいやん。こっちの方がちっちゃくてな、こっちがいい。それもあるし、まあでも自分で作るっていうのもあるし、このままもう出来上がったものを入れるっていう風になる。どっちでもこっちの方が可愛い、こっちがいい。まあ男性も協力して、もしなんか自分の奥さんとか大好きな人がなんか困ってる時にこういうのもなんか買えるような なんか最悪なお付き合いしてる方、まあこの動画見てて全然お付き合いもしてない人もおるかもわからんけど、どんなん使ってんのぐらいはちゃんと聞いといた方がいいと思う。いやもうみんなおむつ履いたらやんと思う。もう全員おむつ、男も女も。じゃあでも うちも思ったね、商品もう紙の商品にして、うん、もうめっちゃかっこいい綺麗なパンツとか作って、そうそう、それを1回履いて1回捨てる。パンツなんてもう全部それでよくない？それめっちゃいいと思う。それなんか潔癖症の人からしたら多分もうめちゃくちゃ喜ばしいんだよね。パンツいつもなんか買い替え時わからんくて困ってんねん。パンツ、いやパンツもう気づいたらあれみたいな、あれみたいな、あれもう穴開いてたやん、穴開いてたえみたいな、あ、それ何みたいな、履